でこことか剃ってるからね、こことか、はい、じゃあ太郎さん、また夜お会いできたら、それからちょっと明日になっちゃうかもしれないけど、すいません、またお会いしましょう。じゃあ皆さん、豊かやれよお前、そうすればお前あの立ち位置上がるぞ。とりあえず金は大関と信義より持ってないかもしれないけど、あの戦いはお前の方が強いんだっていうところを視聴者の皆さんに教えた方がいいよな。だからお前も変になっちゃうんだよな。ああ間違いないよ。それだけはやっぱり、そこは男を見せた方がいいと思うよ。俺は体重とかお前気にしちゃダメだよな。ああ頑張れよお前な、豊かな。お前ヤジの兄貴がお前のよな、俺は兄弟っつってんだから、ヤジお前髪折るのが上だろお前な。お前ほん言ってみよお前、ヤジにな言ってんだろお前な。そのこと触れられねえだろお前な。それやめた方がいいぞ本当にな。本当な、豊かな、お前が一番最初に俺のところね電話してきたよ。お前 YouTube、 お前俺がねブームを作ってやったんだから、作ってね、お前もそこに乗って、あれこれ充電できないの、なんでね。でやっぱりお前が一番あの戦いは強いんだなっていうところを見せた方がいいよね。お前で金持ってる大関と信義とかにペコペコしなきゃいけねえとか、ね、セクハラとかにもちょっと気使うぐらいみたいな、そういうのとかやめた方がいいよな。立ち位置で言えばね、顔面は俺が一番高えんだっていうのを見せた方がいいぞ、豊かな。で俺の住所がどうのこうのか、お前やめろよお前な。お前今言わなくなってんの、もうさっき1な2時間前か3ね、そんぐらいになるけど、今もう1時間ぐらいだから、ね、ギャルソンさんあるとやっぱし分かってるから、お前ヤジに言われたんだろな。男っていうのはお前そういうのだぞお前な。俺もお金なくなっちゃってるけど、応援されなくなってね、大変苦しいとこもあるけど、おくるさん、ハルトやばしバブロン、ありがとうございますな。男の見せ方もあるんだから、あいつらのお前に対しての対応みたいなね。でお前も引いてっから気持ちが、ね、出せんだよお前、見てて分かんだよな、お前の話を聞いててな。男見せろお前な。豊か YouTube 見てるぞお前。よしさん、ハルトやばしです。それでは皆様とお会いしましょう。バブロンシステム。